海や川などではライフジャケットの着用を呼びかけています。海上保安庁警備救難部の秋山雄一さんにライフジャケットの有効性やその効果などについてお聞きしました。一般的にライフジャケットは浮体式と膨張式があります。浮体式は浮く素材でできているため厚みがあり動きにくい部分もありますが、どんな時にでも浮いてられます。膨張式は膨張用の紐を引くことで膨らむようにできており、さらに水に落ちた際に自動で膨らむようにできています。薄く動きやすいのですが、浮き袋に穴が開いていないか等の点検が必要です。ライフジャケットを着用することで水に落ちた場合にも浮力があるため長く簡単に浮くことができます。そのため呼吸が楽にできます。まずは呼吸を確保することが最優先です。また浮いていることにより救助機関による捜索において発見されやすくもなります。さらに泳げない人も簡単に浮くことができますし、無理に泳ぐ必要もありませんので体力を消耗することもありません。数人で水に落ちたときはお互いにつながってはぐれないようにしましょう。お互いに励まし合って救助を待ちましょう。ライフジャケットを着用している場合と着用していない場合では生存率に違いがあります。また法律上でもライフジャケットの着用を義務付けている乗り物もあります。自分の命を守るため、自分を待ってくれている家族のためにも、海や湖、沼や川等のレジャーや船の上での作業、漁業に出かけるときにはライフジャケットを着用してください。皆さんはライフジャケットの効果が分かりましたか？ヨットやカヌーなど乗船するとき、そして釣りや漁のときも着用するようにしましょう。それが自分の命を守ることにつながります。